で、夜はまたオンラインレッスンということで、まあ、日曜日ですからね、かなり今日は立て込んでるんですよ。で、動画も、今日の分やんなきゃいけないし、で、明日の分もね、今日はなんとか頑張んないとまずいんだよな。明日がですね、山口さんですね、モカさんのオーナーさんです。山口さんとキャンプに行くという予定だったんですけれども、ちょっと忙しいよということで、なくなったんですよ。でも、遊びましょうということで、結構朝早くからね、会う予定なのね。ということは、もう Vlog の編集とかやってるしかないから、すごくあれなんですよね。早起きして動画終わらせてから行くとか、今日のうちにできるだけ、なんなら終わらせるとかっていう勢いでやんないとまずい。使いづらいな。今日は騒音大丈夫でしょうか。やりづらい。ちょっともう一回これチャレンジしてみる。一回接続切って、あれ？切れなくて、一回切って、あれ、繋がってる。はい、お疲れ様です。今日は7月10日です。はい。昨日ですね、私、キーボードにね、コーヒーをぶちまけてしまいまして。はい、はい、はい、はい。ここからね、午後のレッスンは連続でいきます。あかん。そしたら I とか T、 O、 この辺がね、なんかね、あー、やっぱ効かないか。 U、 Y、 てかほとんど効かない。なんで？あー、そうですね。この Q からの QW、E、R、T、 この段がね、あ、P だけ行く。ダメになっちゃったんだよな。ああ、そうね。他は行くんだよ。厳しい。でも動画編集で使ってんのは、ほぼコマンド B、コマンド C、コマンド V。だから、まあ、とりあえずはこれで動画編集やって、いざとなったらこっち使うってことにするか。ゆうべ、接点復活剤をね、ここにかけてね、なんか洗浄できるかな、みたいなチャレンジしてみたんだけどね、ダメです。後で発注しましょう。ん？ポンポン、ポンポンって今言ってる？あっちで言ってるか。だよね。違う？俺か？どっちが鳴ってんのか分かんないし。とりあえずカットとかはできる。あれ？違うな。俺がなんか入力したってことになって、ポンポンって言ってんだな。とりあえずカットができる。そしたら編集は進む。やっていきましょう。ポンって言ってんね。さあ、やっていきましょう。あ、ポンポン言ってる。ポンポン言ってる。何もしてない。なんか入力したってことになってんだよな、これ。邪魔くさい。ダメだね。これは接続切っちゃうしかない。これで言わないでしょ。これで頑張るか。やりづらいな。この辺でちょっと準備しないとまずいな。いやー、やりづらいけど、ちょっと慣れてきた。なんか。
触ってると慣れてくるね。ただね、でかいよ。やっぱもうテンキーとか使わないからさ、やっぱ発注するしかないよな。売ってんのかなこれ。古いからね。で今のやつって確か充電式だったような気がすんな。もう置けないじゃん、もうこんなに占領されてたら。まあここにあった方がいいよな。モニターしてるから一応参加してる人のなんていうの、同じ状況というかなんていうかね。あ、やっぱ慣れてる。普通に Mac のこの英語のやっぱキーボードいい。なってない。なんで、え、なんで、これなんでだ、これなってない。なんかすごいちっちゃい。あれ、あ、戻ってきた。なんだったんだ、あれ、若干ノイズいる。あ、そっかそっかそっか、はいはいはい、これで大丈夫かな。おはようございます。7月10日ズームアサレン音楽リロじゃないズームアサレンのお時間でございます。イヤートレーズサイトリーディングやっていきます。はい、本日の BGM こちらはですね、まあ曲はもちろんこれサマータイムですよね。まあ、前回からサマータイム月間が始まりまして、前回はカート・ローゼン・ウィンケルのサマータイムだったと思うんですが、今回はパッド・メセニー&ジム・ホールですよね。このデュオのアルバムの中からサマータイムでございます。でこのストロークしてるのがパッド・メセニーの方なんですけども、なんかね、どこだっけな、なんかのインタビューでメセニーはこのアコギをジャカジャカストロークするっていうのにね、すごいこだわりがあって、この速度でこうジャカジャカジャカってこうストロークをするっていうのがね、なんかめちゃくちゃこだわってるんですよ彼は。でダイナミクスもそうだし、この弦をこうなんか通過するなんていうか音色というかね、で安定してこうチャカ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 やってる感じというか、強いこだわりがあって、そこで言ってたのはやっぱいろんなね上手なギタリストテクニックある人いっぱいいるけど、アコギのストロークがこうしっかりできてる人ってなかなかいないよねみたいな話をしてて、ちょっと意外ですよね。パッドメセニーといえばやっぱ175とかさ、あのジャズギター系のやつで単音でいろいろ弾いてるようなやつのイメージ結構あると思うんですけど、ここめちゃくちゃこだわってると。確かにね、この速度でねこれ安定してやってるのってのは相当大変。なんかあのメセニーグループのこのシンバルがこうね16部でチンチキチンチキ鳴ってる、こうチキ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 言ってる感じのイメージもかなり近いですよね。はい、というわけで、やっていきたいと思います。イヤトレ、はい、お、多分宅急便。頭に戻ります。あー、もうちょっと待って、ちょっと待って、いやいやいや、あの宅配ボックスあるからそんなに鳴らさなくても入るから、ちょっとごめんなさい、ちょっとディストラクションですね。もう一回いいですか。で今日もですね、音楽理論の回を10時半からやっていこうと思います。イヤトレのちょっと延長戦みたいな感じに今日はなるかもしれないですね。はい、お時間ある方はぜひ参加してみてください。では皆さん良い日曜日をお過ごしください。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、多分ピンポンさっき届いたやつバッテリーだと思う。そんなの直してる時間ないよね。今日はね、なんやかんやめちゃくちゃ忙しいです。朝練が、この後10時半から始まり11時ぐらいに終わるでしょう。その後もうすぐレッスンがねオンラインありまして、そんで午後から、3人ぐらい来ます、立て続けに。で夜はまたオンラインレッスンということで、まあ、日曜日ですからね。で今のピンポンを取りに行きたい、宅配ボックス入れましたよみたいなメールは来てないな。あ、でも一応下行って見てこようかな。はい、急いでコーヒー入れてきまして、さらにこの
の再配達のお願いをしてきました。で、分かった、なんで宅配ボックスに入ってないのか、入らなかったからです。さっきのピンポン分かりました。あのね、カーペット頼んだんですよ。だからね、宅配ボックス入んなかったの、多分。そう、一応今日やる内容、イヤトレ中級についてっていう、まあ、タイトルつけてますけど、まあ、実際にイヤトレの中級編をね、やるかどうかは分かんないんですよ。まあ、本当はやりたい。ただね、あれなんですよね、音楽理論は音楽理論でやりたいし、サイトリーディングとイヤトレがこう15分ずつみたいになってるのはなんかコンパクトでいいなと思ってて、今日話す内容っていうのは多分本当30分とか少なくともないと間に合わないというか入りきらないと思うんですよね。その15分とかでやってるイヤトレの内容がもう分かってるよっていうような人じゃないと、多分この内容、中級編になるような内容はついていけないんで、クジャンからやってるイヤトレの内容をこっちに切り替えるとかっていうのが現状できないから、それでちょっと悩んでて、ここんとこ。だからどっか別の枠を設けるかとかね、なんかちょっと考え中なんですよね。じゃあラスト12番、皆さん、良い日曜日をお過ごしください。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、またピンポンが来ましたね。さっきのじゃないと思う。だって再配達お願いしたんだもん、そっちは。だから別のものでしょう。ということはおそらくスイッチャーとかの機材関係かな。それも確かに今日届く予定だったわ。ちょっと待ってください。次が12時オンラインレッスンでございます。ここでじゃあ、回収してこようか。はい、宅配ボックスに入れましたよ、ということで、暗証番号とかはここには書いてないということは下に入っているはず。じゃあ、行ってこよう。鍵はここじゃない。はい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 、届きました。あれ、なんだ、 iPad が落ちてるじゃん。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、どういうこと、何で、はい、届いております。とりあえず iPad は待ちましょう。はい、こちら出ました。エイテムミニだっけ、はい、ブラックマジックのこちらスイッチャーです。ちょっと置く場所ないな。はい、で、あともう一個はバッテリー、キャノンのやつね。よし、で、ATEM ミニせっかく届いて試したいけど、そんな時間はない。で、オンラインレッスンでいきなり使うとかそんな怖いことはできない。だって使い方もわかんない。なので今日はやりません。とりあえず全部終わって余裕があったら動作チェックとかそういうのをやってみようと思うんだけど、あー、キーボードも発注しなきゃ。まあ長いこと使ってるからな。もうそれこそこれって初代の Mac、 あ、 iMac か、あれん時のやつだから、もう相当古いです。まあそう考えたらよく頑張ってくれたってことだけど、まあ俺がとどめを刺したんだけどさ、やりづらい。っていうか ATEM ミニ届きまして、バッテリーキャノンの届きましたけど、こいつのバッテリーは届いておりません。なんで？チェックチェック。ストレンジャーシングス見てます？ネットフリックス。80年代の世界で、まあなんかちょっとエイリアンだかモンスターだか分かんない謎のやつが襲ってきて、子供たちがそれで超能力持った子がいて、それで戦ってみたいな、力合わせてみたいな話なんだけど、今回の一番新しいシーズンでは結構メタリカの曲をなんかフィーチャーしてて、その当時の曲がまた再びこうなんかランキングに入ってくるみたいな現象が起きたらしくて。エンターサンドマンってでもやんなかったっけ？やってないか。
はい、こちらでのレッスンが終わりまして、本日ラストオンラインレッスンでございます。ウクレレです。さあさあ急いで準備していきます。よいしょ。で、これが終わったら Vlog の編集です。で、結局ね、カーペットはね、届きませんでした。っていうか、再配達を希望したのは全然違うやつだったのよ。こいつのバッテリーだったの。届いたんだけど、で、カーペットのなんかお問い合わせ番号みたいなの書いてなくて、で、自分のアカウントの方に入ってって見てみたら、再配達を予定してますみたいなの書いてあるだけで、じゃあいつ送ってくれんのみたいな。全然わかりません。また来るかも、レッスン中に。もしかしたら